球界のジャイアン。その風貌や歯に気抜きせぬ物言いからこう呼ばれた選手がいます。中日ドラゴンズや東北楽天ゴールデンイーグルスで27年間にわたり活躍した山崎武史選手です。その豪快な性格から現役時代は様々なトラブルを引き起こした山崎選手。今回は監督やコーチとの確執を中心に球界のジャイアンの暴れん坊伝説を振り返ってみます。東証に歯向かったジャイアン。星野さんに歯向かったのは俺だけかもしれない。東証と呼ばれた星野仙一氏が亡くなった後、山崎選手はこのように思い出を語りました。1987年にドラゴンズから2位指名を受け、愛工大名電高校からプロ入りしたものの、1995年まで一軍で目立った成績を残せなかった山崎選手。1995年のシーズンオフ、久々にドラゴンズの監督に復帰した星野監督は山崎選手にこう命じます。おい、春のキャンプまでに20キロ痩せてこい。そうでなければユニフォームを着させんぞ。すでに秋季キャンプまで2ヶ月しかなかったため、山崎選手は無理に決まっとるわいと思ったそうです。俺は本気だからなと星野監督から念を押され、ボクサーのような節制生活を続けた山崎選手はなんと22キロの減量に成功します。110キロあった体重は88キロまで落ちました。これが功を奏し、1996年シーズンはホームランを量産。前年の倍以上の39本塁打を放ち、この年のホームラン王に輝きました。しかし、1999年、高城信弘が内野守備走塁コーチに就任すると、山崎選手はスタメンを外されることが多くなりました。優秀なコーチと評判の高い高城氏、野村克也氏は、日本一の三塁ベースコーチと評価しており、金本智明氏は守備走塁を根気よく教えてくれたコーチなどと称しています。しかし山崎選手との間には確執が生まれます。山崎選手は高城コーチのことを、上司に媚びる、監督に媚びを売る、権力に物を言わせる、選手目線で対話できない指導者と評し嫌っていたそうです。とあるキャンプのバントシフト練習でのこと、ファーストからチャージした山崎選手に、たけし何やっとんだお前、遅えんだよと高城コーチが怒り出します。それに対し、うるせえボケと言葉を吐き捨てた山崎選手。二人の関係はかなり悪かったようです。高城コーチの星野監督への進言によって自分のスタメン起用が減り、途中交代が増えたことも山崎選手は不満に思っていたのでしょう。山崎選手はシーズン終盤の阪神戦で逆転サヨナラスリーランを放った際、ベンチを指差し星野監督に向かって叫びました。おっさんボケ、俺を使えば打てるんじゃ。あの星野監督にこんなことを言えるのは山崎選手ぐらいではないでしょうか。そんな二人は2011年に再び同じユニフォームに袖を通します。山崎選手が2005年から所属していた楽天に星野監督が就任したのです。しかしこの年の6月、山崎選手は試合で空振りをした際、右手薬指を剥離骨折、約1ヶ月の戦線離脱を余儀なくされてしまいます。8月18日に史上17人目となる通算400号ホームランを放ちますが、出場は102試合にとどまり、7年ぶりに規定打席到達を逃し、打率2割2分9厘でシーズンを終えました。そしてシーズンオフ、若返りを図るチームの方針により、山崎選手は星野監督から直接引退勧告を受けることになります。山崎選手は当時をこう振り返りました。イーグルスは僕の色に染まりきっていたので、こういったことを嫌う監督だというのは分かっていました。だからいよいよここで俺は積まれるな、ユニフォームを脱ぐんだな、そう覚悟した頃にやめろと言われました。球団からはコーチ就任を要請されたものの、まだやれる自信はあると現役続行を決意します。結局
球団の方針に歯向かう形となったため、星野監督からも公然と批判されるなど、二人の確執は表面化してしまいました。しかしそれから5年後、山崎選手の母親が亡くなった際、星野監督からお花が届きます。山崎選手がお礼の電話をかけると、おう、元気か、と、まるで何事もなかったかのように声をかけたという星野監督。まだやれる、と現役にこだわった山崎選手の気持ちを表向きは批判していたものの、本当は理解していたのかもしれませんね。怒りのトレード直訴。山崎選手は監督との確執を理由に、自らトレードを志願した過去もあります。ドラゴンズに在籍していた2002年のオフ、このまま中日にいたらいずれ迷惑をかけてしまうのでトレードに出してくださいと球団に直訴したのです。当時の山田久志監督の自身に対する扱いに耐えかねてのことでした。山田監督は星野監督の後を受けて2001年シーズン終了後に就任。山崎選手はこの年の契約更改の評価に納得できず FA 宣言をしていました。好条件を提示したのは横浜ベイスターズ。移籍に気持ちが傾いていた山崎選手を慰留したのは他でもない山田監督だったのです。一緒に戦ってほしいという山田監督の言葉を受けて、山崎選手はドラゴンズに残留したのでした。こうして迎えた2002年のシーズン、スロースターターの山崎選手は春先の成績が振るわず、4月末には早々と2軍へ降格してしまいます。7月に一軍復帰を果たしたものの、26日のタイガース戦では、9回ワンアウト満塁で空振り三振。絶好のチャンスで結果を出すことができませんでした。結局、チームはさよなら負けを喫してしまいます。そして試合後に山田監督が、このチームを奈落の底に落とす選手がいる、と衝撃発言。選手名は明かさなかったものの、この発言にブチッと切れてしまった山崎選手。当時の心境をこう振り返りました。はっきり物を言え、こらタコ。という気持ちになって、監督に名指しで言ってください、と抗議したんです。それからは一言も口を聞かないし、目も合わせない。だから外に出してくれと言ったんです。山田監督の言う奈落の底に落とす選手が誰なのか定かではありません。しかし山崎選手が自分のことだと感じたのもそれまでの成績を考えれば無理もないことでした。俺だってね、実績にあぐらをかいていたわけじゃなかったんだよ。3年契約の最初の年だったし、春先から結果を出せず申し訳ないと思っていたし、2軍へ行くことにも抵抗はなかった。けど本当に扱いがひどかったから、だからそこからはもう行ったろかいって感情だったね。高決意を語った山崎選手は2003年1月に平井正文選手との交換トレードでオリックスブルーウェーブへ移籍したのでした。スタメン落ちからのボイコット事件。オリックスに移籍して2年目、またもや山崎選手は監督とのトラブルを引き起こしてしまいます。発端となったのは山崎選手の地元名古屋ドームでの3連戦。山崎選手は多くの関係者を招待していたため、頑張りますんでスタメンで使ってくださいとこの年から就任した井原春樹監督に直談判。そして初戦に指名打者でスタメン出場すると3打数2安打の活躍を見せます。ところが翌日のスタメンに山崎選手の名前はありませんでした。主力選手である谷義智選手が怪我によって指名打者に回ったことが理由でした。僕の地元だし2本も打ったのにそれはないでしょう。井原監督に抗議をするも、そんなものは俺が決めることだと言われてしまいます。頭に来た山崎選手は当時の中村克弘 GM に井原監督の解任を訴えたのです。当時の様子を山崎選手はこう振り返りました。GM が井原さんに何か伝えてくれたみたいで、井原さんが、お前 GM に言うのはおかしいじゃねえか、と言ってきたので、お前がおかしいんだろう、とまた返しちゃって、最後にバットをバーッと投げつけて帰ってしまったんです。なんと山崎選手は試合前に帰宅してしまったのです。新聞には、僕がボイコットしたと載っていたんですが、監督に、
お前そんな状態じゃ野球できないよな、帰っていいぞ、と言われたから帰ったんです。だからあれは監督の許可があったからなんです。しかし、この行為が職場放棄とみなされ、翌日に登録抹消されてしまいます。その後は1軍と2軍を行ったり来たりする日々を過ごし、シーズン終了後に戦力外通告を受けたのでした。山崎選手は井原監督について、プライベートでは思いやりのある人だけど、野球になると独裁的になる、と語っていたものの、対談後には和解しており、現在は雑談などもできる関係になったとのことです。親父との出会い。監督との確執が絶えなかった山崎選手ですが、彼の人間性を理解してくれる監督もいました。2006年に楽天の監督に就任した野村克也氏です。山崎選手は、野村監督就任と聞いた瞬間に、俺は終わったなと思いましたね。もう絶対に性格が合わないだろうと思ったので、1年間東北で野球をエンジョイして帰ろうとそんな心境になってました。と、就任当初の心境をこう語っています。実際に野村監督の第一印象も悪かったようです。キャンプが始まり、最初に野村監督に言われたのが、お前ズボンの裾が長い。そんなんでこけたら大罰金だぞ。それから特に会話もなかったため、山崎選手は、ああ、また俺はいじめられるのか、と思ったそうです。そして半月経った頃、野村監督から呼び出され、いきなり、お前態度悪いな、と言われます。再び確執が起こるのかと思いきや、野村監督はこう続けました。お前は見栄えが悪いし態度が悪い。俺と一緒やな。勘違いされることが多いだろう。俺も全くそうでな。その後1時間ほど話してくれたという野村監督。それから2人は毎日会話をするようになったのです。仲が深まった後の野村監督について山崎選手はこう語っています。誰が自分を避けてるとか、誰が好意的に思ってるとか、しっかり見ているんですよ。その対話がきっかけで野村監督の野球観を改めていろいろと見るようになったんですね。野村監督からたくさんのことを学んだ山崎選手。今まで三振することを恐れてきた山崎選手に対し野村監督は、三振大いに結構。しかしなぜ三振したかが大切。三振もいい当たりも同じアウト。根拠さえあれば思い切って振っていい。ただし何も考えずに三振してくるのはあかん。と忠告します。この言葉がきっかけで山崎選手は思い切ったバッティングができるようになり、2007年には39歳にしてホームラン43本、打点108の自己最高成績を記録。初の打点王に加え、11年ぶりとなるホームラン王に輝き、ベスト9にも選ばれました。39歳で打点王とホームラン王を獲得したのは、門田博光氏に次ぐ歴代2位の記録です。山崎選手は野村監督の下でプレーした楽天時代をこう振り返っています。野村再生工場の中でも一番ハマったという自負はありますね。ヤクルトでの小早川さんもそうですが、僕こそが一番の傑作だと思っています。タイトルも取っていますしね。だから野村再生工場の長男を自称しているんです。山崎選手の不器用ながらまっすぐな性格を認めつつ、優れた才能をうまく引き出してくれた野村監督。そんな恩師のことを山崎選手は、僕にとって野村監督は親父です。野球以外でも可愛がってもらっていた。引退後もずっと親父だと思って付き合っていました。と語っています。そんな存在に出会えたのも、自分を貫き通したからかもしれませんね。類稀なる才能を持ちながらも勘違いされやすい性格から損をすることが多かった山崎選手。しかし自分を抑えて優等生になっていたら、ここまでプロ野球ファンの記憶に残る活躍はできなかったかもしれません。これからもその歯に衣着せぬ言動でプロ野球界に鋭く切り込んでほしいですね。